初めましての方は、初めまして。いつもお世話になっている方は、どうもありがとうございます。いつも。足穂奈と申します。電気通信大学大学院生の、栗原研究室っていうところで、研究してるのと、あと株式会社クロスコンパスインテリジェンスってところで、今働いてます。なんで、社会人と博士の学生をちょっと兼任している形なんですけど、よろしくお願いします。で、ちょっと今日は初心者向け AI セーフティーっていうふうに書いたんですけど、単純に言うとAI セーフティーって言ってるのは、その AI って呼ばれるその人工知能ってなんかすごい最近流行りのワードになってはきてるんですけど、そういうのをその開発するときとか、あるいは単純に作るとき、軽いノリでも構わないんですけど、そういうときになんかちょっと心がけをしておいてほしいみたいなところが、実際にいろんな国で声明として出されたりしてるんですね。で、日本でもそういうふうになんかその人工知能をやる人たちってこうあるべきだよねっていうふうな、倫理考量みたいなものが作られ始めてると。で、そういうのについて今日ちょっと話をしたいと思ってます。で、簡単な自己紹介です。全部日本語で発表するんで、そんな、あんまり英語わかんなかったら僕の顔でも見ててください。で、僕はですね、クロスコンパスインテリジェンスのところで、研究員やっていて、で、電気通信大学のところで博士の生徒をしてる。で、あとはこの WBA 若手の会ってところの、社会人支部で代表をやってます。で、趣味はなんかこの辺に書いてある通り、釣りが好きだったり、ニコニコ動画よく見てますとか、バイクはちょっと先月に事故を起こしちゃったんで、今年にやめようかなと思ってはいるんですけど、あと映画見るのが好きだったりします。で、WBA 若手の会ってやつなんですけど、Facebook のページとかで結構登録されてる方は多いかなと思うんですが、初めて勉強会に来られて、で、かつ、ちょっとまだ若手の会っていうのがよくわからないという方がいらっしゃいましたら、Facebook とか、あるいは全学生者若手の会とか、WBA 若手とかで調べてもらえれば、ページ上の方に出てくるので、ぜひ我々の活動も知っておいてほしいなと思っています。で、今日初心者向けって書いちゃったはいるので、単純に人工知能だなんぞやみたいなところまで少しかいつまで話さなきゃいけないのかなと思うんですけど、単純に僕は研究員としてやってるのが、その最近流行ってるディープラーニングだとか、その辺 その機械学習の技術が多いので、機械学習の技術って実際どういう感じっていうのが、ざっくり伝わればいいかなと思って、簡単にその説明もします。で、ほとんどその説明としては、この論文っていうんですかね、コンクリートプログラムズ in AI セーフティーって呼ばれているその論文と、あと、先月行われた人工知能全国大会の倫理委員会の公開討論とか、その辺をちょっと交えて、AI セーフティーについてちょっと話していきたいなと思ってます。で、ただ単にその人工知能最近何が流行ってるのっていう話をちょっとしないわけにはいかないので、簡単に話をさせていただきます。よく流行ってるそのディープラーニングって呼ばれてるの何してんのっていうのが、いろんなブログで話されたりしてるんで、あんまり詳しく話さなくても、簡単にできるかなと思うんですけど、単純になんか画像があったりとか、何でもいいです。音声でも何でもいいんですけど、データを入れたら、最終的に何かしら出力を出すみたいな。その間ってのは、実際はよくわからないけど、いろんな仕組みがあるぐらいなもんでもいいです。単純に言えば、ここの作り方自体が、いろんな人たちによってこうすごいものが生まれてるってだけで、入力データと出力っていうのをスムーズにつなげるようなアルゴリズムだなと思ってもらえれば、もう単純に今回の話は済むのかなと思ってます。で、例えばなんか学習の仕方って、よく自律的に学習するだとか、なんか日経の記事だとかブログとかに書いてあったりするんですけど、どういうのをやるのかっていうと、その出力、データを入れて何かしら出力を出したときに、それに対して必ず正解がある場合で、その正解とのズレってのを直すみたいのが、教師あり学習って呼ばれたりしてて、あるいはなんかこう出力がなんか出た時とかに、何かしらその出力っていうのをなんか適当な関数にして、でその関数の値がなんか自分の好きな値になるように学習するみたいなタイプもあったり、最近流行ってる強化学習とかっていうのは、その出力っていうのがなんか最終的にいいか悪いかって呼ばれる、報酬って呼ばれるんですけど、良さっていうので判断されるみたいな形になってます。単純にはその教師ありだとか教師なしとか強化学習って言われるものは、出力っていうものをどう評価するかの指標っていうのが、あらかじめその用意されたデータがあるのか、出力を何かしら加工して判断させるのか、
その出力に対して何かしら良さっていうのを与えてあげるのが、まあ大まかに言うとこの3つに分かれるっていう風な形です。で、その、まあ、例えばその教科学習だから良さとかどうするのってなると、まあ誤差っていうか、その正解データがあったりすれば、正解データとこれぐらい差があるよっていうのを、その、まあ、ネットワークの中にある、まあ、重みって呼ばれてる場所なんですけど、まあ、いくつかに伝えてあげて直すようにしてあげればいいっていう風なアルゴリズムです。だからデータ入れて結果出して結果が間違ってたら自動的に直すっていうのができるんで、まあ、なんか楽、あの今までの従来の方法に比べて楽だよねっていう風な話が出て、まあ、一気に進んできたと言われてはいます。で、まあ、せっかくなんで単純にそのディープラーニングの話を簡単にしたんですけど、まあ、いろんなものをですね、まあ、猫の画像入れたら猫って出すまでにいろんな過程があったりするんですが、なんかその途中の過程ってのが人間の脳に似てる部分があったりするっていうので、まあ、なんか脳科学の方でも注目をされたりとかしています。まあ、実際ちょっと違ったりもしたりはするので、なんとも言えないとこもあるんですけど、で、まあ、この画像がいいかな。ディープラーニングのネットワークっていうのに入れて、なんかこう犬の画像を入れて結果を出すまでの途中の部分っていうのを適当に見たりすると、なんか犬っぽい特徴をすでに取ったりしてて、で、まあこういうふうに、そのこれがあのそのアルゴリズムの中身にある途中の部分を、まあ、可視化したものってなるんですけど、なんか犬っぽいもん出ちゃったりしてるんですね。だから犬、この画像の中に写ってる犬っていうのを判断するのに必要な情報っていうのを、なんかこう教えることもなく自動的に抽出したりする。でもなんかこれが結構あの性能が良かったりするっていうのが、まあ、かなり話としては出てると思います。で、まあ、なんかこれよくディープラーニングになると話題として出てくるんですけど、ここで必要なのは、まあ、なんかこうディープラーニングっていうのは基本的にデータが入力、まあ、左側がデータの入力される方で、こっち結果出す方なんですけど、データの入力する側に近いところっていうのは、なんかこう線みたいな、なんかすごくどこにでもありそうな特徴っていうのが隠れてて、で、まあ、なんか結果を出すのに近いところに関しては、人の形とか猫の形とかみたいにかなり具体的なものが出てくる。で、これが結構人間の形と、まあ、似てるんじゃないのって言われてはいたりするんですね。まあ、現実に違うかどうかというかまだ分かんないんですけど。で、まあ、実際ディープラーニングって大体どんなことができるかっていうのを大まかにちょっとデモをしようかなと思ってちょっと用意してきたんですけど、まあ、ちゃんと動けば動いたで OK ってことで、で、ちょっと起動するのに時間かかるので待っててください。コンピューターに頑張ってもらうしかないんですけど、出てくれば、ちょっとね、このデモっていうのが何をしてるかというと、こういう画像が与えられたら実は答えこれですよっていうので、で、今僕の作ったディープラーニングがそのこの画像を見てハンドグラスって判断できるかみたいな、そういうデモをやります。で、ただ、実際にこういうふうに用意した画像を見せてもあんま面白くないんで、今回使うのは僕のこのここに映ってるカメラを使って適当に映ってるものが何であるかをトップ5をトップ5でこう確率的に表示するみたいなプログラムを作ってます。だけどここで教師あり学習って呼ばれてるもののダメなところが出てて、何かっていうと僕人っていうタグを絶対学ばせてないんですね。今回そのディープラーニングのネットワークに人ってタグを入れてないんですよ。だから僕が前面に映っててもテレフォンとかマイクロフォンだとか、この間 ATM っていうのが出て爆笑されたりしてたんですけど、まあそういうふうにですね僕は ATM じゃないですけど、人のタグがないから僕がどんだけ映っててもその人のタグ出ないんですね。で、教授を映したらウィッグとか出てきて教授がすごい怒ってたんですけど、ウィッグってカツラのことですね。で、人のタグがないから人の探しを、まあ人っていうものを見つける手段がないわけです、この僕の作ったアルゴリズムには。だから一生懸命ここの中、もうこの画面の中に映ってるもののうちなんかそれらしいものを一生懸命探そうとしたりするんですね。だけどひとたびちょっと画面を下げてみたりすると、あ、ダメだ。ちゃんとノートブックはあるから、ノートブックコンピューターの方は速攻で
認識できるんですよ、コンピューターキーボードとか。これだけちゃんと用意できるデータがちゃんとあれば、それに対して適切なラベル、まあ適切な答え出せるんですね。その代わり僕の顔はなんか ATM とか出たりするっていう、学習してないからなんです。まあっていうのが今回の簡単なデモで、まあ結局のところそのディープラーニングですごいって言われてはいるけど、かなり局所的なんですよね、今扱えるところって。言ってしまえばなんかこう知らないものっていうのに絶対答えられないというか、新しいタグをつけたりとかできないわけです。でこれを停止しないといけなくて重くなっちゃうから、はい。で、まあ、もう一つデモもあったりするんで、それもちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、次のデモっていうのはなんか結構有名になったかもしれません。左側の画像、まあ、僕今回適当に研究室で撮影したやつなんですけど、それがまあ適当に用意して、でこれ上側はバリさんかな、で下側はシャーのザクですね。でこっちはまあ適当な絵画とか何でもいいです。で何をするかというと、左側の輪郭部分とかを残しながら右側の絵の画風とかを残して、で2つの絵を混ぜるみたいなことを結構有名でやってる人意外といたりすると思うんですけど、今回ちょっと僕は論文のそのネットワークをですね、まあ少し自分で改良して作ったんですが、ちょっと表示するのに時間かかるんで、もうすでに作ったのを見せちゃうんですけど、こういう画像っていうものをベースにして、まあ、ムンクの叫びっていうのを混ぜてみると、なんかまあこういう風な画像ができたりすると、まあ、これ時間経過で映してるんで、こう徐々にこうムンクの叫びの画風を継承しながらこうバニーさんが映ってくるみたいな形ができるんで、なんか個人的には面白いかなと思うんですけど、いわゆるその特徴って呼ばれてるものは画像の中に映ってる輪郭とかそういう線の特徴もあるんですけど、色味っていうのもあるんですよね。で色味っていうのを残しながら、まあ、輪郭とかを、まあ、上書きしていくというふうな技術もできると。で、まあ、これシャー専用ザクなんですけど、これと僕まずなのはクジャクの絵で、ちょっと気持ち悪いんで、嫌だなと思う人は目をこう下にしておいてもらった方がいいんですけど、クジャクの絵をですね混ぜながらやっていくと、クジャクのなんか羽の模様みたいなのがあるんです。あれをですね、こうザクのこう手の部分とか目の部分とかに当てがいながらちゃんと作ってたりするんですね。でまあ、これはちょっと論文の中身を少し改造して作ったんで、そういうふうに作ろうとして無理やり作ってあるんですけど、まあ、そういうことができたりします。だからこうディープラーニングって呼ばれる技術っていうのは、その、まあ、今回は画像に限ってますけど、画像の中にある特徴っていうのをどういうふうに取り出すかって、実は、まあ、結構人が頑張れば取り出せちゃったりするんですね。でまあこういうふうなことをちょっとデモで簡単に見せたりしたんですけど、で実際そのこういう風なディープラーニングっていうのは言葉にも使えたりするんですね。で言葉に使うとどういう風なことが起きるかっていうと、例えばなんですが、まあ、なんかワードベクターって言われてるものがあって、実際には世の中にある言葉っていうのを2次元に落とすみたいなことします。まあ、2次元に落とすというと、その XY 軸上のどっかの点にいるみたいになるんですけど、例えばマンっていうのがここにあって、ウーマンっていうのがこの辺にあるみたいなのが、まあ、軸が2つあれば一応そう決定できるんですね。でキングとかクイーンとかもこの辺にあるみたいな。で言葉ってのが本当に正しくこの XY 軸用に配置されたとすると、マンからウーマンに向かって移るベクトルってのを書けるはずなんですよ。何かっていうと、マンからウーマンに向かって移るベクトルっていうのは、これどういうことを、言葉的に意味するかっていうと、マンからウーマンですから、男の人から女の人へ移るっていうなんかベクトルを表してることになるはずなんですね。まあ本当に言葉の意味を理解してるこの軸があればなんですけど、そうするとこのマンからウーマンに向かって、まあ、動く矢印っていうのをだけを残しておいて、キングに足すとちゃんとキングからクイーンまで移るみたいなことができたりするんですよ。まあ、要するにその言葉って呼ばれてるものをちゃんと2次元の正しい軸っていうのを作ることができれば、まあ、マンからウーマンっていうのを移るのさえ覚えておけば、キングからクイーンにも簡単に移るようなベクトルを作ることができるっていう風な話なんですね。ただし問題があって、これ今男の人から女の人へ移るっていう性質を矢印で表すことはできたんですけど、身分だとか例えば年齢だとか、そうした情報って今この 2次元だと失われてるんですよね。例えばそのマンから、まあ、頑張ってマンから
こういうふうにキングっていうのに、まあ、ベクトルを作ったとしたって身分が上がるっていうのはもしかしたら表現できるかもしれないんですけど、年齢っていうのは絶対無理だったりするんですよ。年齢が上がるかどうかなんて分かんないし、キングの方が若いかもしれないし、まあ、これだと2次元のベクトルだと、まあ、そういうふうに失ってしまう情報も結構多かったりする、まあ、そんなところがあって、で、まあ、いわゆるその男の人から女の人に移るっていうのはなんか共通して作ることができたみたいな論文ってかなり多いんですけど、実際は取り出せた意味っていうのはほんの少ししかなくて、その他の言葉が持ってる本当の意味っていうのはほとんど失ってることの方が多かったりするんですね。まあ、こんな風にそのディープラーニングっていうのは結構すごいなって思うようなところもあれば、まあ、これだけ見せられると結構すごくて、あ、これでこのベクトルを足せば男の人から女の人に移れるじゃないかって思ったりするんですけど、意外と失ってる意味もいっぱいあったりするんで、まあ、なんかそういうところはちょっとまだまだ研究途中なのかなと思ったりはしています。で、私は修士の時代の時にどういう研究をしてたかっていうと、さっきの言葉のベクトルに似てるんですが、画像をこう回転する画像っていうのを3枚入れて、でこう回転した先っていうのがどんな画像かっていうのを予測するみたいな研究をやってたんですけど、これがやりたかったことっていうのは、こう画像っていうのを 2次元のその軸に持ってきた時とかに、なんかこう回転していくっていうのが、まあ徐々にこう2次元のところに配置されれば、この画像がこう動いていく、これが回転っていう意味になるかなとか思いながらこう研究してたりしたんですね。だけどまあ実際はそこまでうまくいかなかったりしてて、結局その人ってのは回転してる画像を見ると、あ、回転してるって思うんですけど、機械にその回転って呼ばれてるものを覚えさせるの相当難しかったりするんですよ。だから一生懸命いろんなものを認識できるものを作っても、僕のことをいわゆる人って認識してくれないのは僕がデータを用意できなかったせいだったりしてて、まあ、今機械学習ってすごくブームではあるんですけど、なんかこう使い方っていうのを間違ってしまえば全然意味のない結果っていうのに終わることの方が多かったりするんですね。まあ、そんなところで、そのディープラーニングに関して大まかな解説っていうか、大まかに今こういうことができているんだけども、まあこういうことが実はまだできていないっていうふうなことを簡単に伝えさせてもらいました。で、まあ結局のところディープラーニングで何してるのっていうと、一応その情報っていうのを圧縮する能力が結構高かったりしてて、まあ、圧縮された情報っていうのはすごく使うには便利なんだけど、圧縮した分失ってる情報の方が多いと。だから言葉っていうのを2次元にすればある意味は取れるかもしれないけど、ある意味は取れなくなってしまうみたいな結果がよく出たりします。で、まあこういうふうなところでちょっと今回の本題に入らせてもらうと、まあ、僕が言いたいのは、その圧縮してしまうと情報が失われるって話をしたんですが、その圧縮した状態、まあ、ディープラーニングが得意なそういうその情報の抽象化って呼ばれているものを洗練してしまうと、実際にどんなことが起きちゃうんだろうなっていうのを、まあ、簡単に、なんかいろいろ警鐘を鳴らしている人とかもいて、例えばその先々月ですかね、なんかテスラっていうその自動運転 の車ですね。で、そのドライバーが、まあ、事故で亡くなったと。で、まあ、その CEO のイーロン・マスクっていう方も悲惨な事故だったなんて話はしてますけど、まあ、要するにその AI って呼ばれるその自動運転っていうのに、まあ、任せてしまって、まあ、そういう事故が起きたりしてるんですね。で、ほとんどその事故の起きた原因っていうのが、まあ、トラックが白い車体 で、まあ、日の光が当たってる時にその白い車体がうまく見えなかったと、画像認識っていうのがあまりうまくできなかったっていうのが原因だって言われてはいるんですけど、まあそれが原因だって言われても結構それだと困るんですね。白いトラックなんて世の中にいくらでもいるわけで、で、まあそういう問題っていうのは画像だけじゃ、まあ、解決できなかったりするから、まあそういうのをいろいろ考えなきゃいけないなっていうのと、もう一つ、なんかこれ知ってる人いますかね。なんかこうジョークで人をこう、わかりました、人を滅ぼしますってこう回答したっていうロボットなんですけど、なんかこう面白いジョークを言うねなんて言ってたんですが、なんか結構怖いなと思ったりもしていて、まあ、使い方間違っちゃったらどうなっちゃうんだろうなという話が、まあ、結構いろんな国で出たりしてる。で、なんかこれはなんかビッグループ調べだったかな、なんかそれで AI に対して脅威と感じることは何ですかみたいなアンケートを取ったらしいんですけど、なんか1位と2位っていうのがシステムエラーによる事故や社会困難、まあ、知能がなんか人類を超えて制御不能になるって、この2つなんですけど、なんとなくなんか今回の起きた事故っていうのはなんかその上位2つをなんとなく表しているような気はしていて、まあ、その脅威に感じる言葉って言われているものってこれから来ると思いがちなんですけど、結構目の前に来てるなっていうのがなんとなく印象としてはあると。
っていうのがあって、まあ、なんかこれをそっと、皆さんにも知ってもらいたいなっていうので、まあ、今回登壇しました。で、なんか最近だと Google とかは、まあ、AI に対して非常停止ボタンっていうのがあって、まあ、それをやれば、まあ、止まるよみたいなことを言ってたりしてるし、まあ、これその日本語の記事でこっちは英語の記事ですね。で、まあ、なんとかキルスイッチがあれば止められるなんて話をしてるんですけど、まあ、簡単に言うとなんかこんなことやっててなんか地球破壊爆弾出すぞみたいなことをこうロボットがやったり全部燃やせって言ったらなんかボタンを押すとこう止まってくれるみたいな仕組みを作りました。結構簡単すぎないですかとか思ったりするんですけど、まあ、ドラえもんなんかあれですよね、なんか尻尾がなんか引っ張ったら終わるみたいなことを聞いたことがあるので結構簡素に作ってあるんですけど、それをこう AI 自身が認識してたら隠すんじゃないのみたいな話もあったりして、なんかこう AI をうまく騙すようにボタンを作るのが問題だなんてこの人たちは言ってましたけど、まあ、本当にそれで大丈夫なのかなと思いつつ、なんかまあそういうふうに非常停止ボタン作るとかそういう話も出たりしてます。で、今回はそのこうした問題とかあるときに、まあ実際具体的な問題っていうのが、まあ、AI のセーフティーのためにどうしたらいいかっていうのをなんか簡単に示したガイドラインみたいなところが、まあ、この論文に少し記されていて、まあ、結構具体的に書いてあったりするんで今回はかいつまんで話します。であと日本のそのまあ全国大会のところで人工知能学者っていうのはどうあるべきかみたいな話を少ししてるので、まあ、これに関してもちょっと触れたいなと思ってます。じゃあ最初は上側の方いきますけど、実際に起きる問題ってどんなものっていうのをまあ、安全に AI を作るために避けなきゃいけない問題というのが およそ5つに分かれてるって、まあ、論文の中では書いてあったんですが、最初はなんか、まあ、ネガティブな副作用というのを避けましょうみたいな、まあ、要するにそのこれは掃除用ロボットを想定してるらしいんですけど、掃除用ロボットってきれいにすることだけを目的にしちゃうとそのゴミを見つけたら一目散に向かっちゃったりするんですね。でそうすると一目散に向かってる間に例えば花瓶とかがあったとかってなったら花瓶も倒してしまうと、で倒した花瓶もクリーニングにしてきれいになりましたとか言い始めるだろうみたいなことをこの辺で言ってる。でリワードハッキングって何かっていうと、きれいにしたら、まあ一応ロボットっていうのは主人によくやったって言われるんですね。じゃあどうするかっていうと、ゴミがない状態で何をするかといったら汚してからきれいにするだろうっていうこうロボットの考えが生まれる可能性があるってことを話したりしてます。でこれスケーラブルオーバーサイトっていうのは、まあ、基本的にはその人間側がどういうふうに監視するかみたいな問題で、例えばその掃除ロボットを一からその掃除させるように学習させていく場合とかっていうのは、これはどうしますかこれはどうしますかっていうのを逆には逐一その人間に聞かれるっていうのはむしろ億劫なんで、まあ、それはなんかこう何とかしていろんな方法を取りましょうみたいな、どちらかというとこの3番目っていうのは人が楽をするためのなんか話に近い。で4つ目っていうのは安全な探索って呼ばれたりするんですけど、ゴミをこう一生懸命探したりするときに、あるいはゴミを取るために濡れたモップとかを準備してこう掃除するときとかに、まあ濡れたモップですから電化製品とかの上をそのまま取られたら困るので、まあ、そういうことは やめるようにしましょうとか、あるいはそのロバストレスって呼ばれているものは、まあ、断言性なんてよく呼ばれてはいますけど、単純に言えば状況に応じた強さっていうのがどれぐらいあるかが問題で、例えばそのオフィスフロアで掃除してくれる人って、まあ、掃除してくれるロボットって結構簡素でいいんですけど、ワークフロア、工場のラインとかその辺っていうのはなんか例えば危なっかしいものが落ちてたりするので、そういう場所でも同じように掃除ができるかどうかっていうのは結構その今後 AI を作る上で重要だよっていう話をしてます。だからこの5つの観点の話をしているっていうのがさっき、まあ、最初こういう論文ですね。まあ、気になったらちょっと読んでみてもらえばいいかな。コンクリートプログラムイン AI セーフ、ただ中身ちょっと具体的なんでいろいろその教科学習の勉強したりしないと読んでて言葉が分かんなかったりするかもしれません。でまあ、なんかそのいくつか具体的な項目を書いてあったりするんですけど、意外と面白いものだけ簡単に紹介しようかなと思っていて、まあ、この部分はそのさっき言った副作用を、まあ、マイナスの副作用を下げましょうみたいな話をしているのは、まあ、すごく簡単なことなんでいいんですけど、リワードハッキングって呼ばれているものは単純に言えばきれいにしたらまあ、よく頑張ったねって言って褒めてもらえるので、何をしだすかっていうと、ロボットがカメラの機能をやめて目をつぶってきれいになりました、ゴミがありませんって言って終わるみたいなパターンがあるらしいんですよ。
で実際これなんか掃除用ロボットじゃないんですけど、なんかある目的を達成したら報酬を与えるってやった瞬間、その目的を達成させるために何をしたかっていうと、コンピューターがその画面を見なくして終わったみたいな、そういう、まあ、ケースがあったりしたんで、まあ、なんかこういうこともあるから気をつけましょうみたいな話をしてたりする。で、まあこれは監視みたいな話で、まあ、これは別にどうでもいいですけど、階層的な、まあ見立てをしましょうと。例えばそのアリだったら、その女王アリが全部のアリを監視してるわけじゃなくて、監視するアリがいて、働くアリがいてみたいな、その階級制度ができてると。で、AI に関してもある程度その階級制度を設けて、なんか大量に掃除用ロボットを大量に配備するときに関しては、掃除用ロボットを管理するロボットを作るとか、なんかそういうふうに階層的にすると管理が楽でいいよっていう話をしたりしてます。で、まあ、あとはですね、これはすごく二度手間って気はするんですけど、警備するロボットを警備する人間を雇えみたいな話をしてたりしてて、ちょっとこれは微妙な気はしたりするんですけど、なんかこれそれを真剣に書いてあったりするので、なんかちょっと面白いなと思ったりします。で、最後に関しては、いろんな場所で使える AI っていうものをちゃんと考えろっていう話なんですけど、例えばなんですよ、これなんかこのアトラクションでまた忘れちゃったんですけど、 あんまいかないもんでわかんないですが、なんかこれディズニーシーかなんかにあって、カメが一生懸命観客に話しかけてくれるアトラクションがあるっていうらしいんですけど、知ってるなんかで、それの時のロバスト性って呼ばれてるのは何かっていうと、観客、まああれ人がいるんだよね、本当はあっちは本当に人がいるかもしれないですけど、本当に AI だけになった時って、そのまあ周りの観客って、そのまあ何回もその人がこう交換されていくから、毎回違う人を相手にしなきゃいけないですよね。でも違う人が相手でも同じパフォーマンスができるように、その違う人たち、観客の様子を見たりとかして、今受けそうなのはこれかなみたいなのを、まあ、ちゃんと判断できるかどうかっていうところが、まあ、なんか重要だよって話をしてるので、まあ、この画像載せたんですけど、ちょっと僕はこういうなんかアミューズメントパークあんま分かんないのでちょっとすいません。結局のところ、簡単にまとめてしまえば、もうね、人工知能学者っていうのは、あるいはそのエンジニアもそうなんですけど、プログラムってなんか作って回したら終わりみたいになりがちなんですが、それに対して必ずそのキーパーアイっていうのが、やりましょう。まあ、要するに、ちゃんと、見張んないとダメだよ。学習するとか、そういう経過っていうのをちゃんと見張んないと、AI の安全性って呼ばれてるものを保たれないよと。そういう倫理をちゃんと持ちましょうっていうふうな話があります。ここになんかイーロン・マスク、まあ、さっきのそのテスラ自動運転の会社 の、 その CEO のツイートがありますけど、まあ、実際その AI っていうのはパフォーマンスによっては、まあ、ニュークス、まあ、核ですよね、核兵器よりもまあ危ないかもしれないみたいな話をしてるわけですね。なんで、まあ、その作ったら終わり、作ったら売って終わりっていう風な話ではなくて、単純にその作ったものに対してちゃんと管理するっていう風な形を取りましょうっていうのが、まあ、海外の姿勢です。かなり具体的な姿勢だと思います。で、もう一つはですね、簡単に紹介したのが日本のその人工知能に関する取り組みに対しての考え方みたいなところですね。で、これ人工知能全国大会で話したんですけど、その人間がこう作ったものによって人間の幸福を損ねることがあってはならないっていうふうなのが、なんかこう人工知能研究者としてまあ、あるべき倫理だっていうふうな話を、その人工知能全国大会のところで話をしていました。で、実際にどういうふうな項目に分かれてるかっていうと、これは倫理考量で見てもらえば絶対載ってるんで、簡単にまあ見れると思うんですけど、人類に貢献することとか、誠実に振る舞うこととか、公平性を、まあ、公正性を持つこととか、普段の自己検査をすることとか、で検証と継承するっていうふうなことが書いてあって、まあ、単純にその重要な部分っていうか、僕がそのこの考量の中で、まあ、これはいいなと思ったものをピックアップしてるんですけど、その AI を作る人っていうのは必ず安全への脅威っていうのを排除しましょう。あるいは虚偽や不明瞭な主張を行わない。ディープラーニング その例えばいろんな会社ってなんかこれがあればこういうことができるみたいなことを簡単に言っちゃったりするんですけど、結構そのできるために必要な条件って多かったりするんで、現に僕は会社でそのディープラーニング使ってデータ解析とかっていうその現場を見たりしてるんですけど、そういうのってこうかなり条件で厳しいです。こういうことをしたいって言われて、じゃあこれができますって、まあ、間につなげるときに必要なデータ量だとか、必要なその、まあ、ネットワークの規模だとか、なんかそういうふうな話ってかなり難しく設定しなきゃいけないというか、きれいに簡単にできますとは言いにくいので、まあ、そういうふうなところに関してはちゃんと不明瞭な主張はしないようにしましょうというふうなことで、まあ、潜在的な危険性について警鐘を鳴らすとか、
あとはその社会が誤った認識をしているときに正す主張をできるかどうかっていうのが結構重要だったりしていて、まあなんかディープラーニングやれば何でもできるとか、 AI っていうのは人を滅ぼすだとか、なんかこういろんなこう話っていうのはこう公にいろいろ話としては出ちゃうと思うんですけど、これは誤ってるっていうのをちゃんと専門的な知見として言えるかどうかっていうのがかなり重要だと考えられていて、でこの話をするっていうのはなんかこう全能アーキテクチャ若手の会の人たちだけでなく、今日この勉強会に来てもらった人たちにも正しい AI に対する認識を持ってもらって、できるできないって呼ばれるところとか、これは間違ってるとかって呼ばれてるところはちゃんとその、まあ、例えば専門家に対してでも言えるような形を作りたいなと、っていうのがなんかこう願いとしてあるんで、まあ、この話をさせてもらったと。でまあなんか例えばその技術って必ずその法規制よりも早く進んじゃうので、まあ、それはちゃんと倫理的に判断できるような仕組みを作りましょうとか、あとはですね、説明責任って呼ばれているのがあって、これはなんか倫理考慮の中では微妙な感じがするんですけど、というのもその微妙だなっていう質問もあったりしたので、まあそうかなと思うんですが、説明責任の中には、技術を悪用する人たちに説明を求めて、正当でない場合はそれを防止しなければならないみたいな話が出てるんですけど、ここまではどうかなと思うんですが、まあ単純にその AI って呼ばれているものを作る人たちにとって、その悪用する人たちに対しては必ず、まあ悪用する理由っていうのをちゃんと聞きましょうみたいな話が出てるらしいです。でまあここまでその話したのは、まあ最初の方のデモでディープラーニングって呼ばれているものが、まあ結構まあ人工知能って呼ばれる分野の中で結構こうまあ、先端を走ってるというか、最近流行りに乗ってるっていう分野の、まあ、デモをやったりして、でそのデモの中でできないことも述べたりしたんですけど、まあ、できてしまうような時とかに考えられるべき問題とかっていうのが実際には多くあって、でそれをアメリカだとか、まあ、日本っていうのはこういうふうに考えてますよっていうのを、まあ、ちょっとお伝えしたいっていうのが、まあ、今回のカジュアルトークの趣旨でした。でまあ、まとめますと、アメリカっていうのは単純にその悪い AI を作らないためのマニュアルっていうのをちゃんと作りますって話をしているっていうのと、まあ、具体的な問題に対してからフォーカスします。で日本の場合っていうのはどちらかというと、その研究者やその作る人たちにとってあるべき姿の指針っていうのを、まあ、しっかり示したいっていうのがまず、まあ、人工知能研究者の、まあ、トップで日本で、まあ、かなり上の人たちっていうのは言っていて、でもう一つは人類の幸福を目指す人工知能をちゃんと開発するような形を作りましょうということを主張しています。で、まあ、結局その具体的だったり、その研究者が持つべき指針だったりっていうので、どちらも非常に大事な考え方だと思ってはいるので、まあ、なんかAI って呼ばれているもの、いろんな勉強会に行ったりすると思うんですけど、その都度しっかり心に留めておいてほしいなと思うのは、なんか考え方としてこういうことを作ったらこういうことが起きるんじゃないの、その時にはどうするのっていうふうなところとかをちゃんと考えるようになっていってほしいというのが一つこの今回の発表の願いです。で最後にもう一つだけ僕のちょっと妄想が入るんですけど、何かっていうと、これは2つ A があります。でこの A がっていうのは AI がある程度主人公になります。右側っていうのは見たことない人のためにあまりネタバレはしませんが、子供がいないから、まあ、子供がいないからっていうのはいろいろ問題があって、子供がいない間の穴埋めに AI を使うっていうのが右側で、左側っていうのは、まあどちらかというと研究者がいろいろ試したいから作ったみたいな感じなんですけど、どちらもその AI って呼ばれているものを今までの技術と同様、車とかと同様、道具としてしかまだ見てないんですね。でもその我々全能アーキテクチャも含めてなんですけど、その AI って呼ばれているものに自我を持たせるだとか、感情を持たせるだとか、意識を持たせるっていう風な話が入った時に、まだこの今みたいな利用する形の AI っていう形態を続けるようであれば、なんかいろいろ問題が起きるんじゃないかなと個人的には思っていて、なんかさっきの主張にもう一つ付け加えておきたいのは、人類の幸福を目指す人工知能の開発ってのもいいんですけど、そういうのの人工知能が開発されていくたびに、ちゃんとその人工知能っていうのを受け入れるような、まあ、人工知能にとってもある程度幸せっていうのを目指せるような環境っていうのを我々が用意する必要もあるのかなと個人的には思ってます。まあ、これは単に若気の至りみたいなもんで、まだ全然夢物語だと思うんですけども、まあ、今僕の主張したことに関しては、ただ現実にその使うだけのための AI っていうものが、まあそのまま道具として出てしまうよりは、まあ、そういうふうにその AI との生き方みたいなところまで最終的に考えるような段階に来てもらえるといいのかなと思ったりしてます。ということで、私の発表は以上です。どうもありがとうございました。浅原さん、ありがとうございました。
それでは次、渡来さんお願いします。あ、何もない質問があります。質問、あ、すみません、すみませんでした。質問がある方は、あ、どうぞ。倫理的な話 の、 あの話に教科学習のポイントが結構、あの、多く含まれているのかなというふうに感じていて、で、なんかその話として、その結局その行動をどうに人間が作っていくかとか、まあ、機械に全部任せるか、まあ、行動の設計の話なのかなというふうに思っていて、ってなるとその人間がその認識できる範囲内での行動を設計していくべきなのか、それとも人間が認識できないようなこうレベル の、 その量 の、 その行動を、まあ、与えるとか全部任せるとかがそのいいのかって、そういう話とかっていうのは出てるのかなっていうのを、出てるのかどうかを聞きたくて、で、人間が認識できないようなレベル の、 そのことを、認識できないようなレベル の、 その行動空間のものをその許可学習的に与えるからこその最適性、最適、人間が想像できないような最適化みたいな、例えばアルファ5とか多分人間が想像できないような行動の一つから出てると思うんですけど、それは多分いい例で、あのその辺ちょっとなんか思うところがあれば、あの聞いてみたいなって。あ、多分頭の中で少し混ざってるかなと思うのが、人間にできないタスクをやらせるのか、人間にできるタスクを人間にできないようなやり方で解決するのかっていう話に多分二分してると思う。例えばだったら掃除っていうのが AI だったらもっと効率的にできるっていうと、人が考えてるよりももっと効率的に動くってなるんで、人ができる範囲の仕事をもっと効率的にやってくれるっていう AI になるはずですよ。でもう一つのやつっていうのは、人ができなかったから AI にやらせるっていうパターンですよ。その場合って多分なんか強化学習みたいな簡単な枠組みとはまたちょっと違うような、なんでかっていうと、強化学習って単純に言えばその、 あのスタートからゴールまでっていうのを人間がある程度知ってたりしないとダメですよね。まあ、要するにその入力されるものがこれで、結果的にこういうことをしてほしい、でこの間っていうのにその外界が関わってくるわけですから、外界の設定までもちょっと考えたりとかしなきゃいけない。だから、あの強化学習の枠組みで多分人間ができないタスクっていうのを AI にやらせるっていうのはそう簡単な話じゃないと思うんですよ。今多分話の中に出てるのは、その人間ができるものっていうのをもっと効率的にやれるかどうか、その話の方が多分今はあの主流 で、 で人間にとって全然できないようなことっていう AI にやらせるっていうのもあるんですけど、それはどちらかというとその機械にいつまでもやらせてたんだけど、その機械、まあ、ある機械とかにやらせてたんだけど、その機械よりも効率的にできるかみたいな、ちょっとレイヤーが少し変わる、人が直接やってるものを置き換えるんじゃなくなるんで、ちょっと違うんですよ。例えばこの間やってたのはエアコンのなんかこう、まあ、電力設計とかを省エネにするとかってやったんですけど、それはなんかこう人間が設計しつつも機械に自動でやってもらったりしたんです。それをさらに AI に置き換えて効率化したみたいな話なんで、微妙になんかこう、あの人が主語でありつつ置き換えるものが、人を置き換えて AI にするのか、機械を置き換えて AI にする、まあ AI 機械から機械みたいなんですけど、そっちにするのがなんか微妙にずれる気はしていて、で、まあ、僕は人から、まあ人が AI に置き換わるっていうところまでしかまだあんまり考えてなかったですので、なんで今の話だと、まあ、まあ人がこうやってるものを AI に置き換えたときに、その AI がもっと効率的に動いてくれるとかだったら、人が理解できなくてもそれはなんかむしろあのすごいなと思うところあるんですが、ただその設計のときにちょっと気をつけなきゃいけないことがあるはずだっていう話をあの今してるっていう感じですよ。だから実はその機械、僕らにできないことをやらせてるっていうのはあまりまだ想定していないっていう、この、今の質問の回答なんですけど、大丈夫です。他に質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。すみません、渡辺と申します。私のですが、ちょっとアニメを作る仕事をずっとやってまして、なので石原さんの今の話非常に楽しかったです。で、AI の倫理観っていうことと、まあ、ちょっとここまで関係していることですか、まあ、ちょっと触れるかもしれないんですが、まあ、私、その先々アニメをまあ、AI で作るというのを取り組んでいたので、その上で今考えていることは、アニメの今まであるたくさんの絵を覚えさせて、ある程度アニメの一部の制作工程を自動化するというのをやりたいと思っていて、その
に関して今ちょっと引っかかっていることの一つに、その元の素材には当然まあ厳密には権利があるわけで、ただそうですね、例えばよく Google が猫の画像を猫だと認識できるようになりましたっていうことで、まあ、ちょっと仕事で拒否なんですが、まあ、おそらく Google として、まあ、たくさんの猫の画像を覚えさせた、まあ、勉強させたと思うんですけど、そこに、はい、まあ、フリーの素材を当然使ってるんだと思うんですが、まあ、権利のあるうちのなんかジョセフィーヌちゃんの猫の写真勝手に使ったわねみたいな感じで、そういう形でなんか権利的に発生するとか、まあ、だから AI の倫理化的にそのいやデータに勝手に使っちゃいけないでしょうし、まあ、そういう話が、まあ、実際その足原さんが今お仕事をしてる中でもそういった問題が出てくるのかなどうかというところを含めてちょっとご意見をお伺いします。仕事の話、まあ、一応仕事外の立場で来てるあんまり話したくないと思うんですけど、めちゃくちゃ多いですね、そういう話やっぱりうちのデータ勝手に使っただろうねみたいな。実はそこに多分問題があって、僕らはそのディープラーニングっていうものを使ってデータを入れたらこういうことをしますっていう結果を返すための間を作ってるわけですね、入力されたデータと出力される結果、まあ、これをつなぐ装置をある程度こうプログラムしてるようなものなんです、イメージで。その装置に僕らは技術権を持ってるんですけど、データに権利僕ないわけです。まあ、それほとんどデータ外注っていうか外からもらったりしてるわけで、でそういうデータっていうのを例えばその今みたいに、例えば、まあ、さっきのちょっと例になりましたけど、猫の画像を認識するものを僕ら作りました。でそれをなんか他の会社が実際に使いたいんで欲しいみたいな話が出ると、その画像もあるが使ってる学習される元の画像という権利が違うところにあるので、これをそのまま渡すことができなかったりするわけです。やっぱりそこは現状やっぱそれは NG ってやる。これがですね、今は会社間の契約でガチガチに決めることが多いです。NDA っていうか、その秘密保持条約みたいな形でほとんど決めることがほとんどなんですが、まあ、こういうのが緩和されるかなと思ってるのが、そのビッグデータ性みたいなものとかがそうだと思っていて、むしろオープンに活用できるデータっていうのがどんどん増えてくれば、今みたいなその弊害は、まあ、少なくはなるかなと思うんですけど、結局会社ってデータを腐らせたくないから人工知能を使いたいんですけど、まあ、その場合そのデータっていうのを、まあ、で人工知能があるものを作ったり、まあ、ディープラーニングですよ、ディープラーニングを作った後にそのディープラーニングが他のところに売り渡されるのが困るので、そういう時に、まあ、今のところ秘密保持条約で技術ごと一回セーブするということが、まあ、プロテクトすることの方が多いですね。だから多分今の話はそのアニメのことに関しても多分それが結構今の段階でかなり問題になると思っていて、はい、それはちょっと仕事をする人間としての見解ですけど、はい、まあ、そういうのはなくなってほしいなとちょっと思ったりします。そうですね、まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、人が上手くなっていくように人じゃなくて AI が上手くなっていくってことだから、まあ人が上手くなってた時にうちの仕事やったから上手くなってた、その上手くなった人の分の権利料をうちに払えよみたいなのはさすがに高等無形な話だから、本質的にはそういう話にならないのかな。まあ、そういうのがうちの人なくなればいいなと思います。今はそういう権利を主張する人は少なくないと思います。やっぱりそういう危険もあると思います。権利あったかどうかは別として、今はそれが結構問題だから。わかりました、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは